ビジネスを成功させたいのならこれが一番大切です。こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。今日のテーマはですね、これからの時代にビジネスで結果を出すためには何をすればいいのか、何が一番大事なのかというね、非常に大切なお話をしますので、必ず最後まで聞いておいてください。でね、私の生徒さんとかクライアントさんとかいろんな人からよく聞かれるんですけれども、最短で、ビジネスで結果を出すためにはどうすればいいのか、売り上げをね、上げるためにはどうすればいいのかっていうことを、よく聞かれます。で、そこに対する私の答えはですね、今の時代は本当に信頼こそが本当に大事なんだよという話をします。ね、それはどういうことかというとですね、やっぱり今までの時代に、やっぱいろんな、特にネット上だと、やっぱりそのね、嘘じゃないですけども、詐欺まがいのなんか過剰なオファーをつけて、簡単に稼げますよとかね、そう言って、その何か高い商品を売りつけてですね、それがなんか売り終わった後はなんか、大したサポートもせずに、逃げてしまうとか、そういう人たちもたくさんいたわけですよね。で、特に本当にね、これからの時代もっとウェブ上で、お金を払うとかね、そのウェブショッピングってね、e コマースとかもっと盛んになってきます。で、その時にやっぱりね、そのアマゾンとかでっかいね、アマゾンとか楽天とかでっかいモールで買うのであれば、ある程度そのね、そのアマゾンとかが何かあった時に保証してくれるからいいんですけれども、私たちみたいにその個人とか中小企業が、自分でお店を持って直接お客様と何かそういったアマゾンとか楽天を返さずに直接取引をしたいと思った時に本当に信頼っていうのが大切になってくるわけですよね。例えばそのどういう人がやっているのか、ね、どういう人が、ね、どういう経緯でこのお店このビジネスをやっているのか、なんかブログとか更新してるのかな、 YouTube とかなんか Facebook とかちゃんと更新してるかなって、そういった何か人がいるんだなと、人がいてちゃんと何かソーシャルメディアとかを更新してるんだな、運営しているんだな、この人はその真面目にね、ちゃんとビジネスをやっているんだなっていう、そのなんか素顔っていうんですかね、ちゃんとした素を見せないとお客様は大丈夫かなねっていう形で不安になってしまうわけですね。それを必ず覚えておいてください。ですので、その結果を出すためには、これからの時代にビジネスでうまく やるためにはですね、すぐに結果は出ません。これ本当にね、多くの人が何か勘違いというかね、失敗してつまずまいてしまうところなんですけれども、やっぱりその結果っていうのはすぐに出ないわけなんですよ。で、結果を出すためにはある程度コツコツ長期間ね、そのブログを毎日更新するとか、 YouTube を本当定期的にアップするとか、 Facebook に動画をアップするとか、そういった派手でないね、コツコツとした作業の積み重ねを行わないと信頼っていうのを積み重ねまということができません。私もいろいろ広告を出してますね。広告を出せば最短で自分のサイトにアクセスを集めて、そのね、リストを集めてね、お客様を集めることができるわけなんですけど、広告を使うにもですね、広告を使ったとしてもね、やっぱりお客様は検索をするわけですよ。この広告出してる会社何なのかなとかね、本当に信頼できるのかなっていうところをやっぱりチェックするわけですよね。特に Facebook だと、広告を出す際に、これ誰がどういうアカウントが広告出してるんだろうってことで、チェックをしてですね、この人こういうなんか普段こういう投稿してるんだなとか、これだけファンの人がいるんだなみたいなところも、その広告にどれだけ反応するかっていうところに非常に大きく関わってくるわけですよ。ですので、私も Facebook 広告を使って、たくさんのね、お客様を集客できてる、Facebook を活用できてる、本当にね、1リスト500円以下で今の時代に集められている理由というのはですね、Facebook にも、たくさんコンテンツを普段から動画だったり文章だったり写真とか画像とかね、いろんなコンテンツをアップして、僕のファンがいるからこそ広告で結果を出すことができるわけなんですね。ですので、やっぱり広告を出すにしても、普段からしっかりコンテンツを提供して、ね、信頼関係を作っておかないと、特に Facebook 広告とかでは、結果を出すことができません、ね、他の、ね、Twitter とか Instagram とか他の、ね、ソーシャルメディア広告においてもですね、その人が、ね、本当になんか広告のためにアカウントを作って広告しか流してない、コンテンツは全く流していないよっていう状態よりかは、しっかり普段から更新してコンテンツをアップして、その上で広告を出すからこそ一番素晴らしい結果が出るんだよっていうことを知っておいてください、ね、本当にこういう話をすると、そんなコンテンツアップするのかめんどくさいですよ、もっと楽な方法ないんですかっていう人たくさんいるんですけれども、そういう人はね、これからどんどんね、
排除されてビジネスを続けることがねできなくなってしまいますので、そういう人はどうぞどうぞなんかビジネスを諦めて、もしくはねその暗号通貨とかそういったね、まあ、なんか別の投資とかそういうところで頑張っていただければなというふうに思います。なので本当にね信頼を得るためにはやっぱ定期的にコンテンツを発信していく、いろんなところでねコンテンツを発信していくっていうことが本当に大切になります。でこれがやっぱり多くの人はね、ほとんどの人はね挫折をしてしまうわけですよ。続かないわけですよね。ちょっとやったところで、ちょっとあんま結果出ないからやめておこうかなっていう形ですぐにやめてしまうわけなんですね。でも本当に長期的に結果を出すためには、最初やっても結果がちょっと出ないことでもやり続けることによってやっぱ結果が出ていくので、ね、最初からみんな、ね、あなたが投稿したからといってすぐ動画を再生してくれたりとかね、いいねしてくれたりとか、そんなことしないわけですよ。でもあなたがずっと続けることによって、なんかすごくね疑いの目で見ていたのが、あなんかこの人頑張ってずっとやってるんだなと、ずっとやっているっていうことこそが一番の信頼になりますので、まあねほとんどの人はまあそれが続かないので、まあ自分からねどんどんライバルが減っていくので、本当にこれはね素晴らしいことなんですけれども、そこであなたが他のライバルと一緒に諦めてしまうのではなくてですね、本当に私のように私も何年もこういった YouTube とか Facebook とかね、いろんなソーシャルメディアで情報を発信し続けています。メルマガもやっています。そういった積み重ねがあるからこそ、ブログもずっと更新しているからこそ、私はこうやってビジネスを続けて結果を出すことができるわけなんですね。ですのであなたもね、このまあ2019年今始まったばかりで、まあ、すぐに結果を出したいと思うかもしれません。まあ、もちろんすぐに結果を出すこともできるんですけれども、それがね本当にね今年1年もちろんね結果を出してほしいわけですけど、長期的にビジネスをね結果を出し続けないと、今年7年儲かっても来年全然儲かんなかったってなったら意味ないわけですよね。ですのでまずは今年から始めて、来年以降もずっとビジネスで結果を出して、多くのお客様にねサービスを提供するために、価値を提供するために、本当にコツコツね価値を提供していって、コンテンツを出していけば、必ず長期的にわたって結果を出すことができるわけですよ。でそういったコツコツコンテンツを提供していくということは、まあ、本当にありがたいことにですね、まあ、ほとんどの人はできないわけですよ。ですのでもしあなたが私のように本当にね自分でルールを決めて、別に毎日じゃなくてもいいんですけど、週に何回かとか決めてね、そのコンテンツをいろんな場所に提供して、でそれを継続することができれば、必ずあなたは結果を出すことができます。これは本当に非常に簡単なゲームなんですね。どうせほとんどの人はその継続できない三日坊主でやめてしまいますので、あなたがもし継続してこうやって今の時代無料でできるソーシャルメディアとかブログとかにコンテンツを定期的にアップし続けることができたら、これからの時代ね本当に大切な信頼を手に入れることができて、あなたのビジネスはですね長期的に継続することができる、お客様からお金をいただいてね取引をすることができると、そういったねコンテンツを提供していくことがその一番の信頼につながるんだと、信頼をね一番得た人がこれからはね生き残ることができるんだよということを必ず知ってね、コンテンツをどんどんアップしていきましょう。それではね最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひいいね悪いねコメントチャンネル登録何でもいいので、リアクションをお願いできればと思います。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。